秒できますか？はい、皆さんこんにちは、タートルです。正直困ってるんです。いろんな腹筋メニューを押してもコメント欄が首が痛いって溢れ返ってるんです。腹筋運動なのに首が痛かったらやりませんよね。首が痛くなる原因の一つとしてはあまり使われてないからなんです。例えば寝ていて起き上がろうとするときにこうやって起き上がりませんよね。横向いて起き上がると思います。要するに日常的にはほとんど首の後ろが鍛えられていて、その前側はほとんど日常的に上向くことはあんまりないので鍛えられてないんですね。頭ってとても重たいので首の前側が弱いと頭を起こす腹筋運動の時に首が痛くなる。ちょっと首の上を使った後に腹筋運動を行うことで痛くなりにくいのでしっかりお腹に効かすことができます。一歩前進しましょう。まずは寝たままでスマホを見ながら頭を起こしましょう。すごく痛いよって方は手で支えたり離したりしながら頑張ってください。頭を起こした状態でキープ。この時に首が使われてます。痛いよって方はね、手で持ったり離したりしながらスマホを見ながらできるだけ首の前側を使っていきましょう。これが全然余裕だよってなってくると腹筋運動も余裕になります。はい、休みましょう。ちょっと首の前をね、揉んでください。耳のラインとかをね、ちょっとほぐしてもらって、これをもう一回いきましょう。頭を起こしたままキープです。あんまり下向いちゃうとね、あんまり効かないんでちょっと上向いておくぐらいでキープしてください。だんだんすごい力が入ってくるよっていう人はたまに持ってね、首休めてまた離してキープしてください。これだけでも結構首効きますよね。あと少しです。はい、 OK です。それでは一回起き上がってもらって首をね、揉みながら横に首を振ってみてください。だいたい耳のね、下のライン、そこは凝ってくるんで、ここをちょっとね、動かしながらほぐして次腹筋メニューに入ります。これで少しはね、首が楽になって腹筋ができます。はい、 OK。 じゃあ寝ましょう。今回は3種目腹筋を行っていきます。上体起きたままでこれでキープ。スマホ見ながら、もし首がね疲れたらちょっと頭を持って脇は締めないように、脇開いて体を起こしてキープ。だんだん倒れていくんで、だんだん起きていくぐらいのイメージです。足が浮かないように頑張って。はい、 OK です。今度は足をちょっと伸ばしといて体を起こす。これで止まっていきましょう。首がね、もしすごく痛いよって方はちょっと横向いたりするとね、同じ部分だけじゃなくて辛さが半減します。体は前に起こしたまま、首がね、はい、OK。 最後は足を動かすんですが、体を起こしたままで足を動かします。少し膝をね、曲げた方がいいです。ゆっくり足を動かします。首が痛いよって方はね、首をね、右向いたり左向いたりして、首を動かすことで腹筋に効きます。
はい、オッケー。ラストはお腹を伸ばしましょう。脇の下に手をついて上体を起こす。この時にしっかり上向いて、さっき使った首を伸ばしましょう。右向いたり左向いたりして、耳の下のラインのね、首の筋肉が伸びてればいいです。頑張ってー。はい、 OK です。お疲れ様でした。今回の腹筋中に首を振る、腹筋の前に首を少し使う、この2つを行うだけで腹筋運動が苦手な方でもお腹に効かすことができたと思います。頑張ってやってみた方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。動画を見ながら何度も行っていくことで自分のレベルが確実にアップして理想の体型に近づきますんで、努力を惜しまず頑張っていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。